この時間は日替わりコメンテーターが独自の切り口で多様な視点を提案するキャッチアップです。水曜日はスポーツ文化評論家、玉木正之さんです。玉木さんおはようございますおはようございますはい、おはようございます。いやー、今年のスポーツ界は大谷さんの活躍ですごかったですね。うん、盛り上がりますよねー。50-50、うん、も達成しましたし、2>, ね、2冠獲得しましたしね、打撃で、はい。そうですねと、私今言いましたけれども、なんかおかしなことに気づかれませんでしたんはい 何か言いました変なこと今年の大谷さんの活躍がすごかったですね、と言ったんですが。大谷さん大谷選手ではなく。大谷さん ?3 ですかん付けはい。これ、おかしくないですか今、違和感なく聞いちゃいましたね。というのは、この頃野球選手にみんなさん付けで呼びますよね。あの、マスコミの方も。 これ昔は全然そんなことなかったんですよ。ーーもう長島は長島だったし、えー、長島の打率はすごいなって、王のホームランはすごいなって、うん、田無のホームランは綺麗なとか、美しいなとかって、うん、全部呼び捨てでしたね。それは子供,子供も全部そうだったんですよね。確かに、日常会話では、確かにせあの呼び捨てで呼んでますね。そうですね。呼んでますね。はい 俺なんででしょうねそれと、3月つき始めたのはなぜでしょうねとか、すごく気になって私、独自に調べたんですよ。え<っ><ー>その、その期限にたどり着けたんですかあの、野球の解説者の方なんかでも、ええ、さん付けでこのごろ呼ぶ方多いですよね。ええ、<ー>選手のことを。 特にまあ、大谷さんの場合は、うんうん、あの、アメリカで大谷さんそれましたからね。それもありますね。あの、それの受け売りみたいなところもあるんでしょうけれども、うん、えー、野球選手に3がついたのは、一番最初に3をつけたのは、はい、江本武則さんですね。<あ>野球解説者の、うん。王さん長島さんではなく、はぁ。あ、王さん長島さんと呼んだわけですね。江本さんが。 エモトさんが呼び始めたってことですね。江本エモトさんが野球評論家になった時なんですよね。この時にエモトさん実はあの、 大活躍した、かぜ面白いや面白いって怒られちゃうな、あの、ピッチャーだったんですけれども、1971年に東映フライヤーズに入って、あと南海ホークスで活躍した後、阪神タイガースのエナーズさんなんかとトレードされて阪神へ行ったと、そこでベンチがアホやから、野球やってられへんとかなんとか言いながらやめてしまったのが、 34歳だったんですね。若い当時としては非常に若かった。いで,ねえー、で、若かったということなのに。 なのにというよりも若くって、弁が立ったもんですから、野球解説者にすぐなった。うんえー、ところが野球解説者している中で、先輩がたくさんいたんですね。えー、ああ、まだ若いからこそ、そうか。と、おまけにあの、えもつさんは法政大学なんですけれども、法政大学の先輩に法政サンバガラスとかって言って、田淵幸一選手から富田選手、 なんかがいたわけなんで、えー、いや山本孝二さん、ね、山本孝二さんですね。はい。この方を江本さんが呼ぶときに、どう呼ぶかっていうときに、そうか。今日の田淵選手は、とかね。はい、山本選手はというふうに、選手という言葉をつけたんですは、ね、いはいはいはい。これが非常になんと言いますか、ある意味で斬新だったと言いますかね。あ それまであの、呼び捨てでしか喋らなかったものを、喋らなかった選手の、まあ、言ってみればブランド名のようなものなんですよね、うん、選手の名前というのは。うんはい、ですから子供たちでも呼び捨てで読んで別に失礼でも何でもなかったというのに、え、えもとさんは山本選手という言い方をしたと。は<ー>そして普通に喋るときには山本さんというふうに言っちゃった。って まあそれを言わないといけないようなその体育会系の上下関係があったということも言えるんでしょうけれども、このあたりから3が始まったっていうのが私の分析ですね。へーと。ところがの、はい、なかなか広がらなくって、この後、 かけという選手が阪神タイガースに出てきたんですが、はいはい、この時にかけコールというのがプロ野球で初めて起こったんですね。うんというのは応援団といいますか応援席の人がみんな声を揃えて、かけふ、かとさと叫んだわけですね、はいあの。その頃はまだトランペットが入ってません。はー ですから、その、かっけふーという名前、一つちょっと面白い名前と言ったら失礼かもしれないですが、ふー,ーという声がみんなを揃えて言うと、応援として面白かったんですね。それで、かっけふー、かっけふーという声が大合唱となっているところで、ね、はい 広島カープが優勝するという時に初めてトランペット隊がはじ入るんですね。へえ<ー>。で、応援の変化ってのはそういうのがあって、はいえー、かけふという呼び捨てですね。はい。だからその時、かけふさんって言う人誰もいなかったんですよ。はい、<laughs> そうですね。 あだんだん、あの、江本さんの影響を受けて初めて、さん付けで呼ぶようになってきたっていうのが、どうも、<ー>さん付けの歴史だ、うん、のようですね。なるほど。ただ、あの、まあ、プロ野球の選手の名前っていうのは、今、さっきブランド名ということを言いましたけれども、はい、これはプロ野球選手だけではなくて、他でもいっぱいあるんですよね。うん、うん 例えば普通、美空ひばりさんってあまり言わないですよね。ああ、美空ひばり。ばりの歌ばいいですよね、とかね。うんうん、あのー、それこそ松田聖子、まあ聖子ちゃんという言い方があるかもしれないけど、<laughs> はい、松田聖子の歌もいいよね、とかっていう,うに。まあ歌手の方なんかもそうですよね。そうですね。えー、それから作家がそうですよね。ああ、夏目漱石さんという人います <laughs> あまあ確かに歴史上の人物っていう、 観点からも呼び捨てで言うことが多いですよね。小田信長とも同じで。固有名詞みたいになってますよね。どの辺まで3がつかないですかね。三島由紀夫三島由紀夫ですね。三島紀夫さて、村上春樹。サンだなぁ。やっぱ、今、ご存命かどうかとか。 現役かどうかっていうのも大事なんですかね。うん、このあたりは面白いんですけども、やっぱり作家の方なんかも一つのブランド名なんですよね、名前が。えー、ですから、あの、別に年上の人だからといって、いや、村上春樹さんの小説は、なんていう人がいたら、まあうん、村上さんと何かご存知なんですかっ,っていうような形に 感じますよね、<ー>むしろね。なってしまうところがありますよね。うん。確かに。あとは、まあ、言ってみれば、落語家の方とかね。ああ。そうですね。 漫才師の方とかね。はい<ー>。まあ、ほとんど呼び捨てにするのは、どうもこれは全部ブランドだというのが、分かってきたんですね。私、うん、これを考えるときに。芸名という,ん、う,<ー>そ,うそうですね。芸名ですね、うんえー。それでプロ野球選手もやっぱりブランド名として名前が、うん、あ浸透しているはずなんですね。うんうん、はい。 なんか山川のホームランはすごいよねって、山川さんは素晴らしいねっていう人がいたら、あ、山川さんと親戚とかなんとかっていう。確かに。えー、そうですね。この感覚がね、た、 ただ、どうも最近の方は、野球選手もさん付けで呼ぶのが普通になってきて、どうも、どうもそれが完全に定着しか,かったのは、大谷さんのような影響もあるのかなっていうのが、やっぱり大谷さんはすごいなと、影響力があるなというふうな感じがしますね。うんうんうん、そうですね。うんうん、だから、一郎さんは一郎さんでと呼びますけれども、それは引退されてからでしたよね。そうですね。はい でしたよね<ー>ですから、この名前の呼び方っていうのは、本当に、それこそ江本さんから始まって、いろいろな変遷がありましたけれども、<laughs> イチローさん、イチローさんじゃない、大谷さんで、どうも完成されたような気があって、こ、うん、の頃、テレビのモーニングショーであるとか、いろんな番組で野球取り上げられるときは、全部さん付けですね。うん これをちょっと奇妙だなって思うのは私が歳を取ったからかなと思っております。<か> <laughs> いや今の若い若い人は全然平気なんでしょうね。うつ もうそれが当たり前に耳に入ってきてる、慣れてるっていうのはあるのかもしれませんね。しかも敬語使わないと失礼なんじゃないかとかね。そうぞうそういう思いになってるっていうのもあるかもしれブランド名には敬語使えませんからね。そうですね。ルイ・ヴィトンさんとは言いませんもんね。そうですね。せめて、昌平・大谷って言えばなんかブランドっぽくなるかもしれないですね。いや、へえっていうお話、今日もありがとうございました。ありがとうございました。 この時間はた、木わきのキャッチアップでした。